神玄修道院の大聖堂モスクワにある神玄修道院は、ロシア正教会の男子修道院。神玄祭りを記憶している。モスクワで、ダニーロフ修道院と並んで、最古級の修道院である。モスクワ公ダニールによって建てられたと伝えられる。創建の年代は1296年から1304年の間であると考えられている。 初期の歴史についてはほとんどわかっていないが、古くから多くの巡礼者を集めて敬われてきた修道院である。初期の著名な定員に、ラドネジの聖セ,セルギーの兄ステファンがいる。最初、修道院は木造で建てられた。神現代聖堂生信所福音聖堂がその中に含まれる。しかし1340年に消失すると、イヴァンカリターによって、 石像で再建された。現在の大聖堂が建てられている場所に大聖堂が建てられたのは17世紀、その後18世紀にも増改築がなされている。モンゴル支配下に入ったタタールの首引き、ポーランドの侵攻による大動乱、16世紀17世紀に相次いだ大火によって壊滅的被害を受けている。ナポレオン・ボナパルトによる 侵攻時にもフランス軍による略奪を受けたが、ナポレオン軍侵攻前に疎開させられていた、聖御室の収蔵物は無事であった。1918年、宗教弾圧政策をとっていたソビエト連邦の時代に入ると、修道院は閉鎖され、大聖堂は教区教会に格下げされた。修道院に首労と共にあった、旧主聖堂は1920年代に破壊され、 神現代聖堂も1929年に閉鎖された。1991年に主聖堂が国家からロシア正教会に変換された。北緯55度45分21.1秒統計37度37分23.6秒。北緯55.755861度統計37.623222度。 5 5 7 5 5 8 6 1 3 7 6 2 3 2 2 2二二、ありがとうございます。